ポケモントレーナーの諸君、トレーナーとポケモンは通じ合えるんだ。どうもありがとうございました。いや、普通今の勝ったのでかいな。なんかでも、俺わかんない。昼、なんか悪の波動で昼身をね、なんか、引くコツがある。今がね、レートがこんな感じです。ちょっと負けが混んじゃってんだけど。お、もう早速600台と当たり始めたか。こっからだな。多分こっからさらにうなぎ登りになる。俺毎回なんか最初つまずくんだよ。だけど、だいたいやっぱ1600とかに当たるようになってきて、ちゃんとした試合ができるようになってきて、乗っていくよね。マリルリコーラスでも文句言えなくなって、それはな、まあな、まあ、それはな、やっぱそういう、なんか、捨てる神あれば拾う神ありって言うか、言うじゃん。うん。そういうもんだよ。な。ははは。じゃあ、大体親が言われた亀山さんです。亀山さんです。よろしくお願いいたします。はい、何マーニューラ最近チラチラ見るよね。マニューちゃん。マーニューラ最近チラチラ見るよな。さてと。ねえ、そう、1600上がっていくと、なんか結構いい戦いができるようになっていくよな。どん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 。ちょっと初手を読んでいくか。リザードンか。忘れてた。そっか、リザか。リザか。リザードンか。うわー、ない。この選手はない。しくじった。冷凍持った時、なかなかパーティー決めないので、それはだってそんなすぐ即決できる人いないよ、なかなか。リザ来たー。俺ちょっと今回の相手のパーティーメモの忘れたんだけど、何があったっけ。リザカバ、エルレイド、ナットレイ、マニューラ、トリトトン、あれ全部覚えてるわ俺。え、カバリザ、エルレイド、マニュー、ナットレイ、トリトトンだったよな。あ、6体全部暗記した。メモリーツリーだよ俺の。なんでモゴのリスナーっていつもモゴに厳しいの。いや、なんででしょうね。みんなツンデレなんだよな。で、おばひだろ。おばひ起ききれないからもう、まあ、ここはもうちょ、緊急回避で、行くわ。ひでって行く。ニトロチャージ、マジ？モコの歌聞いたけど普通に上手くてびっくりした。あ、マジで？ありがとうございます。いや、歌ってみて本当にまたちょっと新作あげたいんですけどね。てことはこのニトロチャージによってサメ肌もこれ、ニトチャって珍しい。ニトロチャージってことはでもこれ最速じゃない可能性もない、あるんじゃない？ニトロチャージのリザってどういう振り方すんのこれ。控えめとか。でも控えめでもゾンビ全部にするか。控えめにするよな。
火力に上げるためにで素早く起きなって。ただでも控えめ全振りだよな。調整とかしないよな普通にな。てことはこれも選択肢って一つしかなくて。ああなるほど。頼む。あーやっぱ抜かれたか。いやなんか多少耐久に振ってるっていうのをかけたけど。いやだからまあ抜かれてるのが分かってたらもう一回守るしかなかったよ。メーザーコーンに頼む、耐えてくれ、頼む、耐えてくれ、頼む、耐えてくれ。やっぱ、小月違いや。外せ。まあ、事故だな。いや、まあ、目ざこう理由は、普通になんか実用性ある気がするな。この稲荷が入ってないって何なん？元ネタは何なんこれ？カーリー？カーリーってパズドラの？そこをもうちょっと詳しく。関西クレーマーで。ああ、なんか、あれ、それ、そういう。あ、任務か。任務ネタか。ジャックの彼女。ますます上がらん。これも選出、あ、でもこれはこう、こいつ入れたいよな。これ入れたい。こうかな。もこ何十年、あれ昔何十年で普通に実況してた野球を。うん、今ただのなんか大学生の成り合い掲示板ですけどね。 あのクソ板は。何十年、もう寒くなったな。みんな野球見てねえもん、あそこの人たち。野球見てなければ野球に詳しくもないもん。にわかしかいねえじゃん、なんじゃ。なんか今となっては、なんかちょっと一昔前の入足ビップ板的な使われ方してるよね。自分語りとかね。秘宝、嬉しい。テストに落ちるみたいな。ゲンガーか。まあ、慣れ合い掲示板だよな。まあまあ、なんでも実況。まあ、もともとその、なんでも実況っていう掲示板だから、別に何しても、何しようか自由だけどね。まあ、やっぱその、ね、入足 VIP にやっぱ2004年からね、在住してた、僕から言わせるとね、ぬるいよ。あそこは。ああ。
これ相手のパーティーサメが結構刺さってる気がする。この一試合を勝ちに行くぞ。いや、俺はもう子さんだよ。ハピマ、そうそう、ハピマテ世代。ちょっとハピマテリアのハピマテ 1000% って曲歌いますわ、じゃあ。で、ちょっと歌うんで発作じゃないんで。光る風を追い越したら、君にきっと会えるね。新しい輝き、ハッピーレディーゴーって曲があるんですよね。そうそうそう。当時それがなんか、それとか、あとなんか何、何ビップスターとかが流行ってたね、あの時代。ブリガロンなんか小顔だな、こいつ。超スタイルいいじゃん。ネギマで誰が一番すか？俺ごめん、ネギマ一切知らん。ハピマテを歌うくせにネギマを一切知らない。半分持っていけば上手。オッケー。ヤードリギとは。まあ、ニードルガードか。次やってくるとするなら、ならば。だったら、トイメン、有利トイメンで初手守るやめろ。いや、有利でもなかったんだよな。だってゲンガーの方が早いじゃん。トラブルも知らない。いや、サメってやっぱ特殊の方がいい気がするよね。まあ、使ってる限りは。あのね、そう、打つ機会ね、え、変え、ってこないってことはどう、あれでしょ？ニードルアームでしょ？ニードルガードでしょ？あ、引っ込めるんだ。マジで？そして特攻が上げられると。いや、ゲンガーとサメってどう考えても、ゲンガーの方が早いやろ。いや、今のさっきの守るはね、あとなんか、まあ、より状況を有利にするための守るというか、なんというか。もうデンジャーうぜえなぁ。デンジャーうざいよなぁ。多分読まれたね。ブリガロンか。いや、これはオッケー。ブリガロンでも大丈夫。あの、今一回まひんなきゃオッケー。そうでもないんだ。いけるかな。大会って何の大会？今何もだっけ？ちょっとごめん、後で見てみる。レート。もうちょい1600かな。交換だけはやめてくれ。ウッドハム、よし！これ相手もちょっと欲張ったな。
で、ポリゴン2。いや、ちょっとごめん。なんか、俺も変に言っちゃった。俺も、あれ、俺もなんかね、しくじったな、これ。いや、なんか、いや、普通に殴るべきだったんだけど、いや、なんか変えてくるの間違いないと思って。あれ、なんで俺こんなことしたんだろう。待っていく。いや。いや、なんか自分で成長したなって思うな、ここで。ここで交換できるっていう。成長したよな、俺な。いや、ここね、相手ね、難しいところだと思うよ。もう散々このマンダへの交換とかあれだとこれやってるから、居座ってくると思う。まあ、引っ込めるか。うん、まひんなよ。よし。いや、もう俺はまあブリガロンへの効果なんだけど。で、ゲンガーに関しては、マリルに残さなきゃダメかな。いや、俺がもう一つ勝ち筋が見えてんだよな。マリルリを残す以外の。俺今なんかコメントでなんかそのチュートリアルの福田が死んだっていうので、なんか、それ読んでお前、こっそり、二ちゃんのニュー、なんか、剣毛板開いたけど案の定釣りだったわ。ああ、釣られた。まあ、いや、ここはいいよ。この弦がどういう方なんだろうな。もう他のスマホのゲームやらないの。ね、一個ちょっとやりたいなって考えてるのがあるんだけど、ちょっと今週あたりそれちょっと実況してみるわ。たたり目よりかヘドバクの方がダメージある。もともと持ってる技が何かっていう。持ってる技が何かやな。あれ、俺なんかミスったな。おい、やめろや、それ。滅びの歌を歌っていく。
なんかなさそうやな。攻撃技。シャドウボールのみか。頼むから、頼むから動いてくれ、ほんまに。頼む、動いてくれ。頼むから動いてくれ。ここだけでいいから動いてくれ。はぁ、もうほんまにうんざりや、もう。ありえへんって。でもここあえてもさ、変えにくくない？で、ゲンガーもゼロやろ？よし。なんかえらいラグがあるように見えんねんけど。いや、だから、あれでしょ、畑落とすが、ポリツに入んのが嫌だったやろ？ちょっと、守ろ。様子見で守ろ。いや、デンジは怖えよなぁ。デンジはか、やっぱもう。電磁波。電磁波がもう防ぎようがないのが。電磁波防ぎようにないな、これ。まあ、いや、とりあえず普通に殴ろう。どんだけ、ああ、全然効かねえ。ゴミや。さっきから何気に3連続じゃない？まあ、もう一応、まあ、もうどうせ相手も知ってるんだけど、一応見せておくか。ごめん、守るべきやったな。でこれ相手もだって、相手は相手でさ、あれでしょ、俺を抜かない限りは勝ち目ないよ。今の守る意味なかったな。もう TOD 狙うか。 TOD 狙おうかな。あと14分、15分やろ。 TOD 狙うか。おい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 、八つ当たり、ちょっと待って。あー、オワコンになってしまった。ちょっと待って、これを負けんの俺。やだなぁ。
八つ当たりってつまり恩返しやろ。別に珍しくないやろ、ダウンロードやねんから。ハピナスとこに入るじゃん。頼む、耐えてくれ。まあ、一回耐える。一回耐えるよな。あとはもうこの、もうこの全てを、もう9章、もう9章を、めがけて。9章めがけてこいつを撃っていくしかない。九州の神を降臨しろ！ダーン！っていうか普通に倒した。普通に倒した。九州に当たるまでもなく倒した。